その料理は大体季節の、材料を使って日本の味でものを作ってます、食材の部分をやってます。だから今台湾の人はみんなこういう料理を食べる人は海外へ出るチャンスが多いですから、その日本の味を求めてる人が多いと思います。很荣幸今天能够来到店店，然后采访到生田师傅。首先今天想要请问的第一个问题是，目前我们店店这边啊提供的是无菜单料理，想请问一下师傅，您对于无菜单料理是怎样的一个想法？お任せの料理は大体季節の材料を使って突き出しから全部作っていきます。日本今何がいいか、魚がいい、野菜がいい、それを大体使うようにしています。想请问，在师傅您的心中哦，这一套无菜单料理，这个上菜的一个流程跟构思，那是什么呢？料理の順番は大体突き出しから出て、つまみ、あと刺身、あと焼き物、あとは握りですね。あと最後は、あとデザート、そういうになってます。最后，盛田师傅有什么话想要对这两年多来一直支持店店的客户朋友说的吗？本当にこれお客さんが多くありがたいですね。本当にありがとうという気持ちで接してます。